試合ですね、今日火曜日で日曜日試合があったんですけど、いろんな応援サポート、ありがとうございました。でおかげさまでね、リュウちゃんシュートは、まあ効果的KO、リュウタ君はドライブで、まあ、ちょっとね、リュウタ君もそうやし相手の選手もね、いつもの力が出せんかったと思うんですね。トライアウトの難しさでね、今キムさんも経験あると思うけどね、トラウトってなかなか難しいですよね。それで、まあ、プロが決まってまた1年アマチュアを続けなあかんっていうのがあるんで、すごい緊張しますね。で、まあ、ちょっと内容はそんなにいいことなかったですけどね、まあ、やっぱり誰が見ても、まあ、全体的に、まあ、プロだろうっていう評価をいただいて、まあ、見事ね、プロ勝負しました。まあ、他に大変ですよね、プロだったらね、みんな強いんですね。で、試合を、まあ振り返りましょうかね。はい。ユタ君から。ここはね、皆さんまずは遠間からです。思い切って振ってきますね。はい。あのまあやっぱりなかなか、動きが。ああ、そうですね。硬かったね。試合前の表情からちょっと硬かった。ああ。緊張しちゃった。そうですね。うん、まあ緊張は。初めてのケージでしたし、あ、そっか、そう、初めての色を打たれたね。そうですね、多分打ってくるだろうなってね、福さんがね、ちょっと予想しとって対策もしとったんやけど、なかなか、最初パチリもらってね、2、3発もらったね、強かったね。あとは初めにユータがいい右出してましたね。あ、右ね、そうね、だけど俺の倍ぐらい返されたね、一発ねダメージのある右返されたね。あれダメージあったんすか？いや、ありましたね。で、まあ2ラウンドからインターバル中にはちょっと打撃多分取られとうと思ったんで、まあちょっと組んでいこうって、組んでテイク取って上から行きたいなっていうんで作戦変えたんで、はい、だけどやっぱり、ちょっとテイク、ね、4つには押し込めたんですけど、そこからがなかなか、ここの課題よね、はい、テイクも取れない。取りたいですね。結構あれですよね、相手の選手減量とかもしてなさそうで、ね、ナチュラルの体重は65ぐらいなんかなとか思っとったんで、ね、結構パワーではユータさん勝てるんちゃうかみたいな試合前言うとったんですけど、そうでもなかったですね、やっぱり。ああ、なんでしょうね。もしも強かったね、逆にテイク取られた、そう、取られたね、最後ね、まあ、ちょうどいいあれだね、経験だね。はい、まあ、これから練習して頑張ります。そうですね、はい、で次リュウちゃんね、2試合目だったのかね。そうですね。やっぱまあやりたいことっていうか、こうやりたいなって思っとったことが、まあ、できたんでよかったかなとは思うんですけど、全然僕はね、作戦聞いてなかったんですよ。で、まあ、多分自分なりに足りそうだろうなと思って、で1ラウンド目でまあとか、途中で何かあったらまたアドバイスしようかなと思うんだけど、全然最初の立ち上がりっていうのはどうするかっていうのを聞いてなかったので、もう任せちゃったらね、いきなりあれやね、タックルいったね。でもみんな早いタックルって言うてくると切られたけどね。めっちゃ切られたね。思いっきりもうガーン切られて、まあでもホラーとかは良かったね、ちゃんと修正受けて、はい、押し込めたけどね。疲れたことが問題ですね。あ、三角。あ、はい。喋ったのはこういう時だけ喋る。まあそうですね。巻かれたことが、まあ、一応この想定しとったんは、まあ下から攻めてきてもなんかまあ問題なかったらこのまま
殴って削ってしたろうかなって思ってたんですけど、まあさすがにあれは何もしなさすぎたかなっていうのがあって、結構僕は角度的に後ろからだったけん、はい、もう膝裏までガッチリキャッチされたね。 あ、はい、あれはだけ顎を引いとったみたいだけどね。でもいいことないわね。そうですね、決まってはなかったですけど、そうですね、見た感じ、この僕も何回も試合見たんですけど、うん、まあ、印象よくはなかったですね、うん、まあ、今後の課題やね。で、まあでも、この相手がもう、あ、これ三角決まらんわって思ったぐらいでも、結構相手も多分力抜けとって、うん、で、次のことしようとしとっても、全然力多分入ってなかったんですかね。だからまあ自分もやりたいことができたんで良かったんですけど、まあそうですね、早いうちからもっと対処して、そうやね、まあ、やっぱり紙一重やけんね。そうですね、際がね、それこそ際は大事よ。際は大事よ。ちょっとそうですね、自分の体を過信しすぎとったというか体質やばかったよね。体質をあれ腕重視やってね、やっぱ全然生きたっすけど、印象は良くないから。ゆうちゃん、関節決まらんからね、ほんと。体質を過信しすぎとところはあるんちゃうかなっていうの。早めの対処、ね、はい、あとはあれっすね。生きりすぎ。いやいや、ほんとない。あれは。恥ずかしい。なんか、後から見たらね、なんか後から見れば見るほどになんか、あ、こいつ痛いなって思うんですよ。大丈夫、それもまた、まあ、3戦に4戦になってきたらね、また慣れが出てくるね。なんかこいつこういうキャラじゃんみたいな、うん、まあ、だいぶふてこい顔しとったね。なんかね、いつも書いてくれる人が悪い顔とかね、書いてくれるんだけどね。いやでもあれですよ、まあ後ではあれですけど、朝比奈選手ゴンタ顔って書いてたからね。あ、書いてたね。これ使えんね。まあでもそうなんですよね。だからそう、なんか僕は自覚なかったんですけど、まあ、だいぶ顔に出てたと、まあ、いい点もいっぱいあったけど、課題も見つかった試合だったからね。あとはまああれですね、自分一応ツイッターにもつぶやかせてもらったんですけど、日焼け跡や。あれはね、あれは無視やったな。あれは東京行ったら恥ずかしい。あれはあかんね。いやほんまそうですね、もうなんかこことここでもう境界線できとって、なんかパッと動画見よって気持ち悪いと思ってっていうとこですかね。ここが僕は一番の課題やもん。今後ね、今後日焼けさん、日焼けさんもう完全に日焼け対策、はい、あれ判定イーブンだったら日焼けで負けやけん。あ、マジっすか。全然違う。全然違う。汚い、全然違う。汚い、不潔、見た目大事。おわ、はい、ラストが、シュートやね。まあそうですね、まあ際で勝ったのが一番大きいですかね。際の離れ際ですかね、タックルの切った後の対処とかの、まあほんまに際で勝て、際でパンチ打ってみたいな感じだったんで、まあここが一番の、ね、勝つか負けるかの分かれ目だったんちゃうかなとは思います。反省点で言うたら、まあちょっと待ちすぎ、やっぱりどの、まあ毎回試合、毎試合の反省点なんですけど、やっぱ待ちすぎるっすね。カウンターをやっぱりね、得意な分この分待ちすぎて、ちょっとまあ多少もらったりするのもあったんで、まあここっすね。でもあとほんまに振り回しすぎたっていうのもあるし、まあでもあのスタイルをずっとやんよって、まあ、上では勝てんので、ほんまにね、次どのランクぐらいに、ね、自分の立ち位置が見える試合だったんで、今回これでまあ、ね、次どの辺まで食い込んでいけるかなんで、まあ、あの試合しょったら、まあ、まず上では、ね、なかなか当てれるけど、まあ、倒れんかった時にみたいな感じなんで、まあ、そこが一番の修正点ですかね。はい、です。まあ、強い選手やからね、本当に朝比奈選手ってね、シンが前回ね、沖縄で結構すぐやられてしまった、かなり早い動きでね、バックに回られて、
めちゃめちゃ完成してる。ちょっとそうそう今日来とうけどね、久しぶりに練習ね。かなり強かったね、朝練習のやつね。あ、負けとうけど、あんまり秒殺されたのか。だからほんま、バックに回るすごい速かったよね。でそれを今回一番警戒しとって、まあ、その体勢にならなかったっていうか、相手のやりたいことをささなかったっていうのはやっぱり良かったね。まあ、かっこよかったっす。ありがとうございます。めっちゃかっこよかった。うん、まあ、ほんまに、ね、入場する前にちょっと大口叩いたんで、先輩の背中見とけよって言ってしまったんで、まあ、負けれんなっていうことですわ。まあ、であれですよね、いろんな人に取り上げてもらって、ね、もう僕あのケージに登ったシュートさんの写真見飽きました、ね。うわーって一緒あれ見飽きました。見飽きました。で、なおかつ自分でもめっちゃ乗っ取ったじゃないですか。見飽きました、ね。まあね、勝ったら登ってね、うん、まあ、みんながね取り上げ、いろんな人が取り上げてくれたら、うん、まあありがたいですし。そうですね、負けたら逆やけんね。相手選手が取り上げられて自分はもうね、やっぱり1ヶ月間ぐらい引き込む。その日だけな。らしいです。まあ、ね、ほんま試合はじゃんけんやけどね。いや、そうですね。やっぱプロはみんな強いですからね。で、ずっと勝っていたやつだけ、チャンピオンになれる。まあ、なかなか、その辺プロでは、やっぱりうまいこと勝ち続けるって難しいと思うので、まあ、みんなでね、これからまた、来年向けてね、頑張っていきましょう。あとシュート、ハッピーバースデー。あ、そうだね。まともに言うんじゃないんですよ、たぶん。おめでとうございます。大丈夫です。大丈夫って言えないですか。ありがとうございます。はい、俺とですね、ゆうたくんがプロ昇格したんで、あの、まあ、Z ジムはプロ昇格した子に、オープンフィンガー、シュートグローブか、パウンドグローブをみんなで寄付して、プレゼントするっていう。決まりなんですよね。で、まあ、今回ゆうたくんが、練習で使っているもパウンドグローブがね、ボロボロなんで、パウンドグローブを、プレゼントしたいと思うので、500円を、いつも入り口のところのね、カンカンのところ置いとるので、協力お願いします。と、もう一つがモブの、はい、スポンサーしていただいてるモブスタイル様ですよね。はい、まあ、モブね、モブから、まあ、チームジャージをおあの頼んだんで、50枚、50着セットアップ頼んだんで、まあ、まだデザインとかは決まってないんですけど、まあ、一応こういう話がした、こういう話して、まあ、そういう形になったのでなったんで、まあ、50着完売できるようによろしくお願いします。生地はね、あの、この今シュートが入ってるんで、ちょっと足してくれる？よいしょ。毛玉は。いいやつ、このサラサラの生地でね、あの、すごいおしゃれだから、ちょっと後ろ向けて。足の内側とか、こういう感じ。こういう感じの、まあ、上下を作ってもらうんで、上は分かんないですよ、どんなになるか。ちょっと歩いてよ、ランウェイで。ちょっとローキック蹴って、足がね。そうやな。自爆したよね。ちょっと次回。痛風っぽいんで、血は譲れないっていうことで。で、まあ、それをまあ作ろうと。作って、そうです、サイズとかも、また入り口のところに貼ってあるんで、まあ、みんなあの欲しい人はサイズと、サイズだけね。サイズですね。サイズだけね。と何着いるか、まあ、あの2着3着持ってもらっても構わないのでね、はい、よし、自分から